うぞセンター。ありがとうございます。お集まりいただきありがとうございます。いえいえ、とんでもないですよ。どうしたんですか。知ってる方もいるかと思いますが、はい、ブラ寿司大食いです。イエーイ。メニューを食べるって。ありがとうございます。最初は寿司とサイドで分けようと思ったんですけれども、はい、最後の方苦しくなっちゃうかなと思って、全部の商品で大食い対決します。おお、全商品。はい、全商品。じゃあもうドリンクとかも何でもあり。はい、ありです。なるほど。かぶりはなしでお願いします。かぶりはなし。かぶりはなしで。一回頼んだらそれはダメということをお願いします。なるほど。え、お酒とかもあり。はい。クリームでちゃんと入ってる。これは個数対決？金額です。金額でお願いします。なるほど。チーム分けしますか。分けましょう。分けましょう。作ってきたんですよね。怖っ。何それ。対決チーム決めるくんです。いや、怖っ。これで聞いた。行きましょう。なるほどね、固まんないよ。そうです。はい、せーの、でん B、A。 おお、別チームだ。さあ、どっち。モニモニモニモ B。 B です。なるほど。頑張ります。1、2でこれで分かれたか。そう、1、2で分かれて、今日はちょっと男性。 OK。 じゃあ、アイリなんて結構食べれるからね。え、確かに。ノノもだから。ノノめっちゃ食べれるから。まだ信じてないよ、ノノが。食べれますよ、私は。食べれるみたいな。寿司ね、パンないよ。実は、今7人なんですけど、1人ゲストが来ることになってます。おー、そういうことね。はい、変だもんね、奇数で、なんか知らなくて。そうなんで、その方にはもうチーム勝手に決めちゃってるんで、残りのね、男性4人に決めていただきたいと思います。わかりました。じゃあ、お願いします。はい、はい、キメルくんです。はい、キメルくん。どうしようかな、これ。せーの、ドン。あ、いしょ。 A、 A、 B、 A。 おー、ってことは、え、俺らがノノと一緒。そうか。いやー、勝ったような思ったら。いやー、強くて。え、結構強いな。強いと思う。いや、ノノは負け見てもらった。あ、これはもらった。じゃあ、いや、楽しみだ。 A チーム。じゃあ、こっちにゲストが入ると。そう、ゲストが入ります。お、ゲストが。もしかして大物って。あ、あら、あの、大物のゲストお願いします。どうも。おいしそう。イエーイ。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。今、お先めっちゃ大物が。大物ゲストが。ありがとうございます。大物に帰ってきた。ありがとうございます。レイオスに帰ってきた。いや、帰ってきてないです。レイオスに戻ってきた。帰ってきてないです。ちょっとヘッダー登録した。めちゃめちゃ伸びてます。2回卒業できるぐらい。2回卒業できる。いやー、じゃあ行きますか。はい、行きましょう。さあ、え、カットも同然だと思ってますけど、マジ。いや、俺トイレいるからね。そう、ミスったかなと思って、逆に強すぎて。いや、そうよ、強すぎて。でも、マニマニかも全く食べないから。いや、ここで本領発揮する。食いだめ、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 食べれる機会なんてないんだから。作戦どうする。じゃあ、食べる担当する。あ、頼む。おー、マジ食べる担当なの。とりあえず、こうやってやったら、もう食べたいの持っていく感じでしょ。あともう、だから、楽しもう。一番もう楽しめてないなと思ったら一回カメラ止めて。あ、説教ね。ちゃんとこう楽しむ。せっかく男女2人のこの感じだから。もう一番いい。そう、2次会ぐらいの感じで。あ、2次会。あ、2次会終わりだ。え、コタは食べるの。自分も食べれますよ。もう自分って言ってるやつ食べるじゃん。自分は絶対食べる。もう6ミリの男だと思って。ここの話ね、髪の毛。三笘の1ミリ。6ミリだ。アイリはもう言わずもない。どう、食欲衰えてない。衰えてないと思います。今日めっちゃ若い。さあ、ということで、こちらのチーム、なんだろうね、共通項は。共通項は意外とあんまりない組み合わせじゃないの。初めての組み合わせだね。あ、でも、ここさんには同級生。そう、あ、そうね。ここさんに同級生なのか。そうですね。うわ、え、28、で、9の代。今年9の代。キモキモってですか。3人も同級生のキモい。キモい代ですか。3人、うわ、ちょっと鳥肌立った。そっか、だから同級生旅とかできる仲なんだ。そうだよ。え、どうだろう、3人の中では何語なの、タメ語になってるの。いや、私は敬語です。そうなんだ、やっぱり入った台によって変わってくんだ。いや、でもそりゃそうです。そりゃそうです。俺的にはもうなくしてほしいです。いや、俺もそう、俺もなくしてほしい。でも今日なくしましょう。あ、いいじゃん。じゃあ、敬語よ、言ったら
食べる。いや、ノロだけが厳しいか。ノロだけが、それは。みんなで食べる。みんなで一皿食べる。一皿食べる。じゃあ、こっちは。ノロが決めたら、みんなで一皿食べる。え、鬼ひきゃんにもタメ子なんだ。今日は俺にもタメ子。いいんですか。変でしょ、それ。タメ子目安で、ノロが敬語を使ってしまったら、みんなで。こっちは作戦決まったんで。あ、オッケー、俺たちも大丈夫。あ、オッケー。じゃあ行きましょう。いや、でも行きますか。じゃあタイマー用意してもらっていいですか。はい、タイマーできてますよ、用意。はい、じゃあ行きますよ。はい、よーい、スタート。はい、よっしゃー。はい、よっしゃー、勝つでー。とりあえず高いやつ。まあ、そうだね。飲み物も頼みたいね。確かに確かに。あ、そう、飲んでも大丈夫だからね。あれ、あれとか高いやつで。高いお酒、どれがいい。これとか。ねえ、ねえ、いや、でもこれめっちゃ高いよ。高いね。確かに。うん、いいと思う。行っちゃう。ありあり、行こう。めっちゃ貢献してくれる。この前さ、令和との撮影の前に行って、なんかもう10杯飲んでますみたいな。全然変わらない。歩けば。なんで歩けばもう勢い冷めてます。だからもうここら辺もちょっと歩いてもらって、やったら。グリグリしてもらって。え、これ別？そう、別。あ、これあれだ。酒と普通の。かわいいね。あ、これも大葉が入ってるから。そうそうそう。びっくりしたね。塩麹系です。え、待って。これがイカ。これは塩麹のイカ。いや、これ多分塩麹のイカやで。嘘でしょ。あら。あら。あら。豪快やん。引いといてください。引いときまーす。まあでも、こういう、そう、これを楽しめるかどうか。楽しみましょう。楽しい、今。今めっちゃ楽しいです。私ね、今考えてることがあって。はいはい。向こうにののがいるので、うん、ちょっと対抗して酒飲みます。そうやん、そうやん、え、飲もうよ。今やし、何がいいのもありますか。もう全然、もう目の前からの前のさ、うん、じゃあ、じゃあ一つ目いただきます。いただきます。うん、うん、うまい。これはいける。めちゃくちゃ美味しい。お腹たまんないですね。1個目であんまり言わないで。10個目で言って。1皿目の感想じゃない。いいですよ。全然お腹たまらないらしいんで。え、みんなお腹の具合は。今日は俺、今日朝から何にも食べてない。あ、うわ、うわ、いけよ。コンディションめっちゃいいです。はい、大トロいただきます。うまっ。でもこれさ、何頼んで何頼んでないか忘れちゃうね。件数が覚えてんのか。うん。さすが。件数がいる時点で有利ですから、この辺は。全部頭に入ってるから、タッチパネルの配置が。逆に俺たちが触らないっていう。熱ってもいけます。毒はまだ頼んでない。ちょっと1個いい。1個いい。実は、プラスチの裏メニューまで売ってます。裏メニューが。これね、これ、幻のトロテッカ軍艦っていうの。これね、運がいい時じゃないと売ってないの。これちょっと、でも1個しか注文できないから。そうなんですよ。まあでも2巻あるから、ちょっと誰か2人、確かに2人食べれる。これさっきショートで、実は僕この撮影の前にここでショート撮ったの。撮影の時にこれやった。うわー、本当にいつもないの。へぇ、めっちゃ美味しい。じゃあ奥以外の3人で誰かが食べれるってこと。いや、そう、確かに。これトロテッカ、幻のトロテッカ。おいよ、うわ、そう、すぎる。大トロとか中トロの切った端材、端っこをテッカにしてるんですよ。だから、これ乗ってんのは大トロか中トロ。これちょっとマジで、ちょっと食べてほしい。サンキー、ちょっとサンキー。サンキー。ありがとうございます。せーの。めっちゃ美味しいでしょ。おーでよ、もうあの、カウントされなくていいんで頼みました。カウントされなくていいから、この感動みんなが一緒に味わいたい。うまっ。いやでも最高なんすらね。回転寿司。うわ、ない。でも多分20はいけないっすよね。いけない。20いったらめっちゃすごいっすよ。20いけないっけ。20いけない。だから確かにです。13とかじゃない。15は行ったことあるかも。それぐらいの。うん。でも15いったらもうきついぐらいやと思う。もうその気動けないみたいな。なるほどね。モノは。私20です。あ、やっくんだ。これが本当かどうかっていうところなんですか。ハーフじゃない。ハーフで20じゃない。ハーフで1巻でしょ。20じゃない。20とか言ってるけど。いや、でもこのペースだとさすがに乗らないとも追いつけないんじゃないか。確かに結構早いです、ね、結構早いよこのペース。次
チューハイ2杯入ってます。いや、なんでだ、なんかめっちゃ強いとかして忘れますよ。これ続いておいてください。なんでだ、まあ、左ごめん。ちょっと待って、全身さ、向こうのチームに見られてるよ。到着するので じゃあ乾杯しますか。じゃあ、今日はまあ、まあ、勝てたら勝つぐらいな感じで、一旦楽しみましょう。楽しみましょう。乾杯。いいですね。うん、うまい。めっちゃ飲みやすいです。お酒臭くなったらごめんなさい。いいですよ、もういいよ。デート行ってもらって。ベロベロに合ってもらってもめっちゃうまいんで。これなんだ。なんか揚げてある。何かが揚げられてるけど。芋か。あ、それ美味しそう。めっちゃうまいこれ。めっちゃうまいこれ。好きそうだ、好きそうだな、それ。芋のめっちゃうめえぜ。食べてみてよ。柱がいます。神田おじさん。これは相当気にお気に召したよ。うまい、めっちゃうまい。これ上にピスタチオ乗ってんじゃないの？これなんだろうね、何かしらナッツが乗ってる。うん、お食べください。はい。いきます。うわ。全部これがいいかもしれない。めっちゃうまいよね。ちょっと食レポ練習します。はい、皆さんでしたい。じゃあ食レポ講座。食レポはですね、ズバリその料理のギャップに着目すると、ギャップ、もう全食レポは簡単。食レポの真髄は食感か味のギャップを言えばもうそれで成立します。例えばこういう料理とかって、はい、絶対に何かを掛け合わせてるんですよ。何かを掛け合わせる。例えば食感は、これどんな食感だと思いますか？食べてないけど言えることがありますか？まあ、茎のクリッてしたのと、はい、多分確かエビですよね、クリッてする感じが。あ、そう、もうこれでいいんです。うわ、いただきます。うわ、嬉しい。これあのブロッコリーのコリコリとエビのプリプリが口の中で楽しい。うわ、そうだから、このね、料理は絶対に味か食感にギャップを持たせてるんで、そこを言ってあげるだけでぽくなるから。すごい、これはもう覚えておいてください。覚えます。ぽくなるんで全部。うまい、何これ。やった。マジ？これが私一番ぴったりなんですよ。結局あの贅沢しない。似合う。確かに似合う。いい飲みっぷりですね。マジで早い。いや、マジ。うわ、うまっ。いくつですか、年齢？私もうすぐ30になります。年上やん。え、あれ年上やないか。同い年じゃなかったでしょ。同い年か、同い年か。同い、いや、いいわ。同窓会とかでいるもん、こういう飲みっぷり。食べれそう。もう全然いける、何でもいける。何でもいける。台湾ラーメン。うん、私ポテト行きたい。あ、頼んだ。ありがとうございます。もう頼んでますから。言うまでもなく。まあまあまあ、焦らず焦らず。あと英語やめて。何や、気をつけようとしてないもんね。パテタ、パテタぐらいで。ポテトお願いしますしっかり丁寧に言ってた。同級生旅行ってほしいね。確かに確かにね。そう、ゲスト会として、ももが、そうだね、次ね、ゲスト会で一回ね、そうちょっと行って仲を深めね。それまでに敬語取ります。それまでにってことは今日は抜けない。多分今日も練習しないから。いいんじゃない、いいペースなんじゃない。いや、ほんとな、向こうはさ、ここから通ってくものでさ、俺らの注文見えるけどさ、俺ら見えないね。そう、ちょっとそうかも。確かに、ちょっと、いいよ、まりまり手続いてきて。ガシュッと行って、うわ、スパイが来た。どうなんだって。どうしたんですか。え、待って、ノノ食べ過ぎじゃん。ノノやっぱやばい。ノノすごいじゃん。これ食べてると思ってる。ノノやば。全部食べました。え、逆に全然食べてない。
うこ言ってる。汁もん考えてなかったわ。行ってきます。あ、汁もんは大きな違いもん。汁もんうちらないんじゃないですか。ん、汁もんがね、向こうが結構多かったです。ラーメンか、ラーメンとか。コタの役割いるかな。この手止まっちゃってるから。はい、ということで結構食べ進めてますよ。残り20分、うん、で、ラーメンも4全部食べた。食べた、うん、食べた。お、結構いいですね。行きました。でもうね、高額のやつはもう結構行ってるんですよ、うん、おーおーおー。なんでここからは1貫のやつとか行きつつ、うん、もう本当に好きなもの食べてもいいです。全然確かに1貫はいけるね、うん、で、飲むがすごい。この高い日本酒みたいの、うん、3杯目。これも500円とか600円ぐらい。あー、すごい、1回。え、酔い度はどれくらいなの。いや、あの、酔ってるんですけど。あ、酔ってんの。酔ってんだ。あの、変わらないようにしてます。あー、そうなの、保ってんだ。頑張ってます。へ、いや、本当に酔うの。絡みますみたいな。それ見たいな、オーナーに絡んで。なんか本当もうキャバクラみたいに。え、そうなんだ。なんかそれ想像できないね。想像できない。あと全部敬語。全部敬語で。こんなに酔っても一つも食べごてない。え、でもケントゥーさんにタメ語ですよ。今めっちゃ敬語。回ってない。回ってないところで敬語。そうなの。いやー、ダメよまだ。うん、全然まだ気づいてない、気づいてないぐらい。で、俺もちょっと飲み物追加しました。え、お腹の具合はどう。余裕です、まだ。内藤さんとお腹いっぱいです。またまたあれ、またまた。めちゃくちゃお腹いっぱい。そんな、いや、あんま食べてないです。そんな、うわ、そんなカメラが止まってたとこでめっちゃ食べてたのに。食べてたよね。そんな証拠が残ってないからって。食べてなかった。食べてなかった。うわ、めちゃめちゃ、うわ、攻め立てられてる。食べますよ、言われたら、そりゃ。じゃあ、なんかもうデザート。デザート、美味しかったやつ、これ。で、美味しいよ。なんだこれ、おまんじゅうみたいな。うん。でも確かに、喉はずっとなんか食べてる感じするね。お酒があれば。お酒があれば。厳選6杯とかある。え、6個の箱に30円いくわ。これは限りにならんのか、もちろん入ってても。そうだよ、すごい。確かに。すごい、これやっしゃる。やっぱ、ビックリポンがついてくれた。え、これさ、めっちゃ当たった。待って、待って、これさ、ビックリポンってなんてやつ。待って、これ500円。待って、これ頼んだ方がいいよ。待って、あと2つぐらい。うん、頭よっちゃうか。これだって、もともとさ、その、これで800円です。500円強っ。1300円。うわ、もう10分切ってます。はい、残りあと9分、うん、やば、食い切れた。やばい、余裕ですよ、マジで。さすが。え、これだけですよ。え、駆け込みで行ってみる。え、マジで。え、やばい、ごめん、全然いけます。全然いける。え、ちょっと待って、やばい、やばい、やばい。嘘。ごめんごめんごめん、やばいやばい。ごめんごめん。さあ、残り9分でこれだけ残ってます。ちょっと最後だけ頑張ろう。お腹壊したい。壊したいじゃない、壊したい。壊したい。壊しそう。変わってるね。YouTuber だもしかする。はい、シャリコーラも完食しました。もう最後なんだ、おいしい。やばい、どうだ先輩、無理しないで。やばい、これで630円。これは痛いんで勝って可能性あるな。すごいわ、助けられた。この子本物だ。秘密兵器が。嘘じゃないわ、うん、すいません、なんかいろいろいじって。分かってくれる。これ行ったんじゃない。おっくんのいるチームが負けることなんてまだないんだから。おお、すごい。多分4枚じゃない、4杯だよ、全部で4杯。4杯。いくら5円。おお、かわいい、かわいい。あ、これめっちゃ長回しで使います。絶対使わないで、恥ずかしいから。アイキャッチ全部これ。確かにアイキャッチめっちゃいいやん。ブーメランですかね、ブーメラン。いけるかもしれない。これ何ですか。軟骨。軟骨。
よくいける、よくいける、よくいける、かもしれない。よくいけやん、いった、すごい、元気、うん、すごい、全部食った、優秀だ、来てるやつは全部食べました、すごい、すごいっすね。え？回りました。すごい。マジ？やば。見えなかったよ。あと何秒？あと7秒。あ。うわ、ボックスすげえ。マジか。終わりー。ということで、はい、じゃあこの後ビッグラッポン計測して最後金額発表いきたいと思います。勝ちたい。ここまで頑張ったから。俺は勝ちましたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、なんか圧倒的にオープニングより赤くないか。最後1分半で霊酒超えてきた。本当に美味しかったです。いや、でもこっちも最後30秒で霊酒、ね、の差になるな。金額から金額、はい、いきますか。いや、まあ、AGM からいいんじゃない。いや、自信ありそうだね。いや、負けてないよね、俺たちね。いや、こっちもですよ。これですよ、じゃあ最初これですよ。じゃあ、ピクラポン抜きで金額でした。あ、なるほどね。いいね。一旦出しましょう。じゃあ、どんどん発表お願いします。はい、A チーム17,838円です。え、17,000? 17,838円。いいやったー、すごい、はい、勝ち。いや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 、任せてください。任せてください、はいはい。B チーム、いや違います、おっくんチーム16,500円。おー、おっくんチームっていうことで俺が負けの先に思う感じになったけど、オッケー食べてなくない？もうじゃない、全然食べてない。でもまだここからビックラポの差ありますから、うん、確かに。ちょっと待って、今いくら差？1400円ぐらい。1400円差。うわ、めっちゃいいじゃん。これ結構人差がとかじゃないもん、全然。そう、そうよ、そうよ。じゃあこっちからいくか。負けたら、うん、何個かも言う。そうだね、そうしよう。ビックラポン1個です。1個なんで？え、ちゃんと食べてもう一回取ろう。もう一回、なんかビクラポン1個で500円ね。ビクラポン1個で500円、はい、1個500円です。ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、やばい、やばい、企画者がちょっと機能してないです。1個かい、のどちゃん言ってくださいよ。はい、私たちはビクラポン便列酔ってんのよ。こっちもこっちでシャーモンドよ。私たちはビックラポン1個でーす。ということは、ちょっと待った、え、実はもう1個、え、ビックラポンを、ビックラポン付きの皿を頼んだんで、実はビックラポンが、はい、もう1個あるんです、うちは。はい、じゃあ2カプセルあるよね。頼むだけでビックラポンがもらえるっていう、それ最高の皿があって。えということで2つゲットしてます。2つでーす。えということは、ということは嘘言ったってこと。しかも、しかも、しかも俺たちの勝ちだ。差し引いても嘘言ったって。変なちょっと待っただったな。すごいね、相当ゲットしてる。いや、もうだってこちらののが日本酒3杯いって4杯、4じゃない、 4だ。4杯いきました。1個で600円とかっすよ。うわ、え、ちょ、マジでののの、そう、ののがめっちゃ飲んで食べたの。そう、食べてるのもののが一番だった。すごい。ポストオックン、はい、オックンさんに勝ちました。入れ替わった。次はピーさんがやってくれよ。勝てるから。負けましたけど楽しかったです。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。奥もありがとう。ありがとう。また来てください。